うわ、10倍波を掘りに行くんです。10倍波を掘りに行くんです。田中さん、10倍で入ります。おじちゃん、今何位これ。70位、まだ入っとんな。まだランキング入っとんな。まだちゃんと予選の80位も入っとんな。できるだけ枠開けるわ。できるだけ枠開けてこじるわ。こじってこじってこじりまくるわ。もう71位落ちた。早っ。上位80人らしいから、せっかく泥棒を見てたら、あ、泥棒見てたん？泥棒さん帰ってきてんの？帰ってこなくていいのに。せっかく大阪平和だったのに。まあ、おじちゃんには誰ねえか、どちらでもね。どちらでもええ話なんだけどね。ん？泥棒の風呂今沸いた？マジで？自分から巻き込みに行ってるでしょ、あれ。人を巻き込んでるみたいな言い方してるけど、自分がトラブルをでかくしてるだけでしょ。知らないけど。別に興味もないけど、ね、あ、仕事あぶれて暇なんだけど、そうやね、トラブルがなかったらもう 何もないからね。それしかないからね。そんな枠におじさんはなりたくない。俺ちゃんはね、平和な枠だけで楽して稼げるね。そういう枠を目指してます。何のトラブルもなく、ただ枠を開けるだけでお金がもり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 増える、そんな枠を目指してます。そうでしょ？金持ちになったらちゃんとね、馬券100万円分買ったりしてあげるのにね。ドンキ行くの？どこも行かないっていうか、お金ないしね、お金ないし雨降りそうだしね、もう出かける準備もまだ何もしてないんだけど、何かある？今日企画何かある？人が寄ってきそうな企画何かある？とりあえずあの FX でもしとこうかなと思って、家でゴロゴロ FX でもしとこうかなと思って、ねえ、いいよね。レクサス乗ってね、JRA 行ってね、1000万馬券とかね、やってほしいでしょ。君たちもやってほしいでしょ、うん、じゃあね、君たちはね、破産するまで俺ちゃんに投げたらいいんだよ。破産するまで俺ちゃんに課金したいんですよ。みんな頑張って破産するまで俺ちゃんにね、課金をし続けたいんですよ。
それが一番です。じゃあみんなも楽しめるね。オリちゃんも稼げるね。フワッチも儲かるね。配信会も賑やかになるね。全員がウィンウィンでしょう。いや、よう言います、太郎となんかさ。そうそう、自己破産するぐらいのガチ勢来ないかな、マジで。あれですよ、オフパコ勢とかも随時募集してますよ、オフパコ勢とか。もう可愛いとか、ブサイクとか、多少のことはね、もうおじさんだから大丈夫だから、別に本気でこれから恋愛しようとか思ってないからね、ネタになってホテル行けてやれたらそれでいいから、オフパコ勢もね、随時募集してます。おじさんがおじさんで、結構年だからね、まあ、そうね、40代前半ぐらいまでなら OK です。年上じゃなければ大体 OK です。50超えてフワッチ見てるとか出てるとか、そんなね、やつはごく稀やろうから、まあ大体がね、セーフになってくるんでしょうけど。ガチ勢大募集です。ドル円安でもしとこうかな。どうせ窓埋めるでしょ、ドル円安でもしとこうかな。ドル円安でもしとこうかな。はい、ドル円安しました。ドーン。46歳は、その人によるかな、そこまでいったら。47歳はアウトです。おじちゃん、年上にトラウマがあるから、絶対無理だから。いや、男はいらないです。男は金だけ持ってきてくれていいです。金と飯代だけ出してください。それでいいです。ああ、N1 いつの間にか90に復帰してる。いいね、N1 これね。そんな大して取れなく。これでみんなの他のやつらのね、人気度合いが分かったでしょ？ね。他のやつらのに人気度合いが分かったでしょ？俺ちゃん、普通に枠開くだけで N1 入れるんですよ。前はね、なんかもう大手のなんかこう、絡みでね、人にも、ナイスをしたって、みたいなナイスばっかりだったからね、ランキング外だったけど、ね、俺ちゃんこれでも N1 ランキング、ランカー、N1 ランカーだから。下手したらね、これ、俺ちゃん頑張っ、ちょっと頑張ったらね、N1 10位に入れるかもしれないよ。だってあと10あったら49位よ。あと20あったら34位。すごくない？ 10 位も夢じゃないよね。10位は夢やな。やっちょでさえも11位よ、133しかないのは。そんなもんなんですよ、いいねなんてね。ナイスなんて。金映えとナーボーしか、なんか、で、ポーンと飛び出してないな。ナーボー1714、金映え1072。3位の養分伊藤391、いきなりもう300まで落ちるからね。そんなもんなのよ。ナイスなんて1人1回制にしたらね、こんなもんなんですよ。なんか勘違いしたね、クソ配信者どもがね、なんか、人の、あれでね、誰々無視だってっていうだけでね、なんか一生懸命上に入ってたけどね。こっちは普通に配信してる。普通に90位ですよ、一人で。ね。わかりますか？わー、もうドル円ショートした途端に上がってるやないか。なんなんだよ。小細工って何？小細工って何？
眠いの、うん、めっちゃ眠たい。もういくら寝ても眠たいです。なんなんだ、病気かな、これ。いくらでも寝れる病気かね、これは。やばくないですか？いくらでも寝れるんだけど。お金もないのに。お金もないのにいくらでも寝れるんですけど。永眠したいぐらいだわ、まじ。永眠させてよ、ゆっくり。リッカラペラング、なんでやねん。ポジった瞬間にもぶち上げられてるんだけど。やってられないよね。でもこれ iPhone だからロングしててもまだマイナス域なんだけどね。うん、スプの分だけまだマイナス域なんだけど。そう、マジ、貧乏人の暇つぶして寝るだけしかない。寝ることしかないよね、マジ。見て何にもせんでも適当に配信ボタンを押しただけでね、14人が来てて、しかもノーアイテムじゃないからね、このあれ。じゃあ他のみんなも頑張ってアイテム投げて。ちんちんはもういらったもん。あらたおはよう。なんで昨日配信せんかったんだ、ララタン。めっちゃ待ってたのに。ララタン配信するんかなと思ってめっちゃ起きて待ってたら4時ぐらいになったんだけど。ナイスを減らすな、ナイスを。なんでナイス減らすね。ナイスをね、20ぐらいにしたらね、1個減ったとか2個減ったんだけどね、一瞬。昨日はなんか寝たかった。うん、レーター配信するのかな、レーター配信するのかなと思ってた。いやそう、レーターはね、今のまま配信を続けてもらってね、あのいろんなね、あの同程度もね、あのからね、見ついてもらってるんですよ。今の調子でぐんぐん貢いでもらってね、俺ちゃんにね、こう、毎日ね、ロケット花火をね、50発ぐらいくれたらそれでいいんですよ。ララタンが毎日配信でね、50万ぐらい稼いで、俺ちゃんに20万ぐらいくれたらね、ララタン30万儲かる、俺ちゃん20万儲かる、ウィンウィンでしょ。ウィンウィンでしょ。頑張ろう、ララタン。頑張ろう、ララタン。ララタンも FC2 でも頑張ろう。マスクしてたらバレないと思ったらいいよ、頑張ろう。マスクをしてたらバレないと思った。金のためにやった。頑張ろう。え？ララタンと俺ちゃんがハッピーハッピーになる、ウィンウィンになれる方法です。ララタンが、ね、1分600円。ララタンが1分600円のね、あの配信をしてね、ウィンウィンして、ウィンウィンして、ウィンウィン。あなたも彼氏とのエッチしてるとこもウィンウィンね。ウィン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 ってね。頑張ろう。ララタン頑張ろう。ララタン頑張って稼いで。で、一部の収益金を俺ちゃんに貢いで。じゃあウィンウィンです。ウィンウィン。やめちゃんと FC2。嫁ちゃんと FC2 はちょっときついな。頑張れない。なんで頑張ろう。ララタン頑張ろう。ララタン頑張。よし、俺ちゃんが応援してあげるよ。ララタン頑張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 。よし、これで頑張ろう。ララタンが頑張れるためにご褒美あげよう。ね。スポブラからの、ね。スポブラからの乳毛。両乳毛。両乳毛。うん、ほら、頑張るやろ。乳首。両乳首。両乳首。両乳首。はい、はい、はい、もうあとはね、あとはもうあの、花火次第。あとは花火次第。スポブラからの両乳首。あとは花火次第だ。あとはアイテム次第だ。どんだけ喜んどんの？どんだけ喜んどんの？
おっさんの乳首見て喜びすぎやろ。おっさんの乳首で興奮しすぎやろ。おかしいやろ。え？しょうもないけど。ああ、言ってました。親来た。親フラやで。親フラしたで。親フラしたで。ナイスをさ、20ぐらいまで持っていってよ。ね、その90位とかいらないから、もっと上に、ね。ナイスを20とか30とかにしてよ。ナイスを。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。イベントアイテムとナイスを押せよ。ね、イベントアイテムくれよ。ナイス押せよ。あ、もう、ここの、一言コメントにそれ書いとくわ、もう。君らもう、言うても分からんから書いといてテロップ流してあげないと分かんないみたいだから。テロップで流し続けてやるよ。でもね、イベントアイテムくださいって言ったら NG ワードで引っかかるのよ。だからね、これね、イベントアイテム、イベントアイテムフォロー、ください。なんでペヤング買いに行かなきゃいけないんだよ。そう、汚い腹毛でしょ。なんでもいいんですよ。人が来たらなんでもいいんだよ。アイテムもらえたらなんだっていいんだよ。なんだったらアメリカンだってなんだっていいんだよ。アイテムさえもらえたら何したっていいんだよ。世の中アイテム次第だよ。この世の中アイテム次第やで。この世の中アイテム次第やで。うせやん。同情して、同情いらんか、金ちょうだいまで。アイテム次第や。なんでも世の中アイテム次第や。パチンコ行こうかな。ジャグラー打ちに行こうかな。ジャグラー打ちに行こうかな。いや、おかしいで遠いんだけど。そうそう、アイテム次第だから。アイテムくれた人にだけね、課金アイテムくれた人にだけはね、の名前だけはね、絶対覚えてるから。後の人の名前は覚えない。早いな。早いな。早いな。帰ってけえへん思ってたわ。親フラ早いな。ララタン枠開けて稼いでよ。ララタンの枠で飛んだアイテム分だけそのままね、課金アイテムで投げてくれたらいいんだよ。クラガリ峠ってあんの？そんなん、チャリンコで登れないでしょ。俺ちゃんのチャリンコチェーン切れてまうわ、あれ。課金アイテムください。課金アイテムください。タモさんください、タモさん。タモさんくれてね、あとナイス押してちゃんと。マジで？そんなんで増える？暗がりをチャリでって。いう題名にするつもりで。行けへんけど。絶対行けへんけど。で、準備する準備するだけで引っ張るだけ引っ張って、
30分やってみて、行けそうやったら、まあ、数字取れそうやったら、まあ、近くまで行くだけ行ってあげてもいいけど、うん、近く言うても、あれよ、荒本ぐらいまで。他で押さないで、ナイス。ナイス11ぐらいでもね、ランキング入れるんだから。だから俺ちゃんの実力はね、だからね、普通に大手クラスの実力なのよ。ただね、悲しいけど、うちのリスナーが貧乏なだけでね、俺ちゃんの実力はね、大手レベルなんですよ。ただ、花火師さんに恵まれていないだけ、俺ちゃんは。いや、だから、太郎と中さん、あっちゃこっちゃで押したらあかんやん。最後押したところにしかつけへんから、あっちゃこっちゃで押したって意味ないよ。その瞬間だけでないですよね。ね。俺ちゃんらは、ほら、配信者側は男性ランキング、女性ランキングしか見てないから、ね、女性ランキングがどうなってるとか知らんけど、知らないですけど。このナイス11やるだけで90位なんだから。見て、女性ランキングなんて、リナネコ以外も、リナネコとシキ以外も全部100何本のね、どんぐり状態でしょ。もう、あれよね、君らね、すぐね、女配信者のね、泣き毛に騙されすぎ。ちょっと嘘泣きしたらすぐアイテム投げてすぐナイス押すでしょ。君らね、騙されすぎよ。マジで。減らさないで。101位まで落ちただろ。ナイス減らすな。101位に落ちたでしょうよ。君か。ナイス減ったやないか。ナイス減って101位に落ちたやないか。やめろや。アイテムよこせよ、アイテム。もうこれから、俺ちゃんに会話を、コメント読んでほしい人は、もうこれからね、あれは課金アイテム投げながらじゃないと、もう読まないよ。そうそう、ナイスは11でね。ちょっともっとナイス増やしてよ、マジで。ね、今これで90に戻ったから。俺ちゃんもナイス180とか欲しいわ。180ナイスだったら今5位ぐらいなんで。あ、200ナイスで5位か。ね、ちょっと。もうこの90位を行ったり来たり行ったり来たりじゃなくて、あと10ナイスぐらいちょっと増やしてよ。持ってるんでしょ、裏アカウントね。オシャンティでさえも13ナイス持ってんのよ。ね、なんで U のユダと同じ11ナイスなんだ。やめてくれるね。秋俊弘太と同じ11ナイスとかやめてくれるね。裏赤、エセ赤、ニセ赤、サブ赤持ってるんでしょね。それでナイス押してよ、ちゃんと、ね。全員ちゃんとナイス押しなさいよ。わかんない。なんかみんな他の人持ってんのに、なんか、太郎田中さんなんか、二郎中田さんっていうのも持ってるぐらいだから、ね。他の人みんななんかサブ赤持ってんのに。別赤、偽赤、ね、裏赤、鍵赤、いろいろ持ってんのよ。おちゃんもアカウント1個しか持ってないから知らんけど。5つぐらいは作れるらしいよ、知らんけど。作ったことないから知らんけど。いや、わかんない。いるんじゃない？だってログイン ID になるからいるんじゃない？うん、Yahoo アドレスいっぱい作ってるんじゃない？アドレスいらんの？マジで？あ、3個なの？ 3 個作れんねんって。ねえ、アドレス入れなかったらすぐできちゃいそうよね。ツイッターでマルチができたらなんぼでもできるで。
一回ログアウトして新規で作ればいい。仮想ドライブという手もある。なんか難しい話になってきたけど。何言ってるかさっぱり分からへん。とりあえずね、串刺しでもええで。とりあえずね、だから、ね、君たちはね、俺ちゃんのナイスを増やして、俺ちゃんのナイスを増やしてね、課金アイテムをいっぱい投げりゃいいんですよ。ね、課金アイテム、ナイスをいっぱい増やしてね、イベントアイテムと課金アイテムを俺ちゃんにね、たくさんたくさん投げればいいんですよ。ね。そんだけでいけんの？そんな簡単なの？まあ、そんなことしたらあかんねんな、うん、そう。それをしていいとか言ってたらね、あんまりそれ教えてたら、あれじゃない、運営になんか目つけられたらめんどくさいから、うん、そんなことしたらあかんでってだけ言うといて。一応そんなことしたらあかんでだけ言うといたらね。そうそう、悪いことは。でも3つまではいいんでしょ。なんか知らんけど。桃7も言ってたけど、3つまではいいんでしょ、別に。そう、絶対ダメ。絶対ね。うん、ダメ、絶対。それだけ言うといたら、それでセーフ。それでセーフ。麻薬のポスターとかも書いたでしょ。ね、薬物ダメ、絶対って。ね、で、そのポスターに載ってるやつに限ってね、薬物手出したりしてるでしょ。そういうことです。そういうことです。今やらんのかい。今やらんのかい。お昼何しようかな。お昼何食べようかな。ランチ代稼ぎにジャグラー打ちに行こうか。ペヤング。じゃあギガマックスしか売ってないのよ。激辛売ってないのよ。だから送ってきてよ、誰か。ね、ちょうど最近ね、お届け物もないようやし、ね、誰か送ってきてよ。誰か送ってきてよ、マジで。じゃあ、開封枠もできるしね。開封枠もできるしね。あれですよ、食べれるしね。初見さんいらっしゃい。あ！あ！ラヤタン、司会者ありがとうございます。なんで乳首みたいに。どんな変態な、あなたも。どんだけ変態に、君は。一個やから片方な。一個やから片方、右乳首だけに。5秒前。4、3、2、1。終了ピー一個やから。一個は厳しい。二郎中田さん、台本3つです。もっといっぱい投げな。ラータンもっといっぱい投げなあかん。おりちゃんが20位に入るぐらいまでね、タモリさん投げ続けたらね、乳首いっぱい見してあげるけど。ラブホ行ったらいっぱい見してあげるやん。ラブホ行こうや。ラータン、ラブホ行こう。ラータン一緒にラブホ行ったら乳首いっぱい見せてあげるよ。ね、なんだったらラータンに乳首舐めさせてあげるよ。おりちゃんの美味しい美味しい乳首舐めさせてあげるよ。あ、匿名カメラマンさん、匿名さんです。匿名さん、台本3つです。なんで名前変えてるの？匿名さん。匿名さん、なんで名前変えて投げたの？